便所のつぶやきをみんなに届けたい。どうもダメダメおじさんにむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。便所のつぶやきでございます。はい、この間、ちょっと初体験のところに行ってきまして、はい、駅前の雑居ビルとかに入ってるような、60分3000円とかでやってるマッサージ屋さんあるじゃないですか。はいはいはい。あれにね、僕、初めて行ってきたんですよ。ああ、行ったことなかったんですね。僕ね、全然行ったことなかったんですよ。にむらさん、あります？僕は何度かありますよ。あ、そう。まあ、そんなにだって別にこうなんだろう、敷居高いわけじゃなくて、そう。パッと入ってね、ね。マッサージしてもらえるから。まあ別に高くはないですよね。うん、そうですね。60分3000円とかでしょ、大体。うん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 。僕はね、今まで一回も行ったことなくて、はいはい、この間初めて行ったんですけど、ちょっとね、わからないことがあって、はい、どうしたらいいんだろうって、未だ悩んでんですよ。はいはい、マッサージ屋さんで会ったことでということね。そう、うんうん。俺これどうしたらいいんだろうって思っちゃうことあって、はいはい、マッサージ自体は本当滞りなくやってもらったんですよ。うんうんうん、韓国人のね、30前後ぐらいの、まあ若めの青年の方なんです。はいはいはい、背高くてイケメンでね、うん、どうですか、うん、痛くないですか、はいはいはい、強さどうですか、うん、言ってくるでしょ、うんうん、で、まあそういう質問してくるのは、そうね、10分に1回ぐらいなもん。まあそうですね。8割ずっと無言になっちゃうじゃん。そうですね。はいはい。見てね、なんかこう、俺はさ、良かれと思って、うん、ぐーやってもらいながら、あー気持ちいい、あー気持ちいい、あーいいっすね、あー気持ちいいって言うんですよ。その痛いとかありますかとか、うん、気持ちいいですかとか聞かれてないのに、聞かれてないパートでも自発的になるべく俺はあー気持ちいい、あーいい、あーあーわあ、ちょっと気持ち悪い。いや、言うようにしたのよ。ね、意識的に。そう、うん。無言になっちゃうから。あ、その無言がちょっと耐えられなかったわけ。そう。だし、はあ、向こうとしても、うん、リアクションした方が、うん、気持ち乗るだろうと思って。AV じゃねえんだよ。俺、ね、とかないよ別に。何にも反応ないとさ、高まらないじゃん。別に、施術師に高まりいらないのよ。やっぱりそこはさ、お互いで盛り上げていく努力が必要じゃん。俺、その演技って悪じゃないと思うんですよ。いや、悪ではないよ、別に。マナーだと思ってる、むしろ。気持ちよかったら、あー気持ちいい。あーそこ、あーそこ気持ちいい。いい、って。いうことによって、あ、ここ、ツボなんだなって分かったりさ、うん、あ、こういう、アイブが好きなのね。言っちゃったよ、アイブって。もうそっちに行きたくなっちゃって。なるほど。だからリアクションがないとさ、無言だとさ、え、この押し方でいいわけとか、うん、これ、ひょっとしたら痛いんじゃないかとか、分かんないじゃないですか、うん。そんなことないですよ。だから、その定期的に、痛いとこありますかとか、うん、大丈夫ですかとかって聞いてくるんで。いや、定期的にっつってもそれ10分に1回じゃん。まあそうです。僕の場合、例えば、そういうマッサージ屋さん行って、うん、相手に対する誠意としてやるのって、うん、僕はね、寝ようとするのよ。寝ちゃうの。でもそれって一番こう、身を委ねてますよっていうことだから、まあ、そのリアクションっていうよりは、僕は寝るっていうことが一番こう、今、すごく気持ちいいですっていうさ、ことだったりするわけよ。そんなことだって、マッサージされてる間、あー気持ちいいって言われてたら、多分、うるせえなこいつってなってたよ、多分その、韓国のイケメンは。でも、その時さ、他にお客さんいなかったから、俺だけだったからさ、みんなどうしてんだろうって思って。黙ってやってるよ。黙ってうつ伏せになって、グッグッてやられてるよ。あ、そう。あー、気持ちいい。あー、いい。あー、そこ。あー、あー。もう、どこを押しても言うんだろ。そう。ここ押したら、あー、とか。もう、ボタン式だと思われてた。
そういう機械なんだと。声の出るマシーン、多分。そうね。それはだから初めてだから迷ったのかもしれませんけど。いや、俺だって序盤はさ、最初の10分ぐらいはさ、黙ってたけどさ、これだと絶対マッサージ師さん不安になるんじゃないかなと思って。いや、例えば、そのマッサージをする人が不安になるのは、痛っとかさ、なんか明らかにこう痛がってる動きになるとビクッとなるとかね、そういうのは不安になりますよ、自分の施術がちょっとうまくいってないかなってなるけど、別に何にもノーリアクションってのは逆に、やそれは向こうにとって、あ、じゃあ大丈夫なんだっていう。じゃあ奥様と営むときに、相手がノーリアクションで、寝たとしましょう。おいふさ、おいふさ。それ全然違うんですよ、企画が。あ、そう。営んでるとしましょうじゃないのよ。営んでるときに奥様に寝られたらどうです？自信喪失じゃありませんか？じゃあもう一回言うよ。AV じゃないんだよ。そういう60分3000のマッサージ屋さんは。うん、ね、体をいたわろうっていう場所だから、うん、ね、営みの場所じゃないの。いやでもやっぱ向こうも気持ち乗ると思うんだよな。やっぱ俺例えば飲食店に行ったとしてもさ、本当にうまい時って言うからね、あ、美味しかったと、いや美味しかったですって言うから、ごちそうさまでしたって言って帰るが、絶対大将だってそっちの方が嬉しいよ。それは本当に嬉しいと思うよ、いやだからそれはホイップさんが60分のマッサージ終わった後に、いや気持ちよかったっすね、もう本当体がすげえ軽くなりましたよ、また来ますね、ありがとうございましたとイコールじゃん。でもその60分間不安に苛まれながら、僕はこれでいいのだろうかと思いながらやってるわけですよ。いや60分間あーあーって言われてる方が、あれどっちだこれって多分ちょっと不安になるよ。いいじゃん、感じやすいんで。そういうあのなんだろう、全身性感体みたいな。バカなんじゃないの、バカなんじゃないのこの人。すいません、初めてですからね、いやそうだからみんなどうしてんのかなと思って、他の人がマッサージされてるところなんか見たことないから、まあ、そうですね、まあ、とりあえずなるべく声出してリアクションして、ここはそこそこ気持ちいいなという時はあー、めっちゃ気持ちいい時はあー気持ちいい。最高に粒入ってる時はあーこれ。この3パターンを使い分けたらやっぱ向こうも判断しやすいじゃん。入ったって分かるっていう、ここが小壺だな、ここ中壺だな、ここ大壺なんだな。じゃあ中中中大でいこうかなとか、ビートマニアみたいになっちゃう。小中小中小中大かと思えばいきなりの大、あーいきなり遊ばれてんじゃねえかよ。もてあそばれたんだよ、俺はその韓国人青年に。マナーを間違えたんだよ。日韓友好がなされましたわ、その時。架け橋になってた、俺。違いますから。何にもリアクションしなくていいんです。そうかな、寝てる。聞かれた時は、すごい気持ちいいですとかさ、終わった後に良かったよっていうのは、それは大事だと思います。まあまあ、それも言いましたけどね。いやー、気持ち良かったです。それは嬉しかったと思いますけどね、向こうの人も。ただ、やってる最中ずっと、なんかその声を発している必要はないって僕は思いますけど。じゃ、ちなみに奥様と営んでる時、二村さんは声出すんですか？出す。ああ、いい。出すよ。いいですね。絶対そっちの方がいいっすよ。まあ、なんで君に査定されなきゃいけないのかもわからない。ほとんど童貞のやつに何で教えられなきゃいけない。出すよって俺に言ったことに対して、あーっていうのを。そうなんだって思った。俺全然出さないタイプだったから。救われない俺も。あ、そう、申し訳ない、ね、いいじゃないですか。でもいい夫婦生活を送ってってください。そうそう、落ちそこ、あ、そこなのね。失礼しました。ということで、はい、行きたいと思いますけれども、行きましょう。まあ初体験ということで言いますと、まあ便所の次だけで、以前にね、ホイップさんがサウナの話をして、まあ、自分はサウナが全く苦手であると、サウナにハマる人の気が知れないみたいなことを散々
喋った回があるんですけれども、まあ、あのサウナ好きはカルト宗教だと、はい、そうですね。で、やつらの使う言葉は、はい、もう僕からすればサウナスピリチュアルだと。そうですね。なんか整いましたとか、うん、ね、そういうワードをすげえ出してくるから、はいはい、もう俺は本当いかがわしい世界だと思ってました。で、そういうことを散々言った回があって、うん、で僕は一方ですごくサウナが好き で、はい、で今僕は静岡で生活してるんですけれども、その静岡にサウナの聖地と呼ばれる敷地とい う、はい、こうサウナがあって、ここはもう行ったら本当に価値観変わるよ、すごいよっていうことをその時にもお話ししたんですけど、うんうん、実は今回この収録前に、うん、ホイップ坊やとサウナ敷地に行ってまいりまして、ねえ、今我々敷地上がりで、敷地上がりでこの収録に臨んでいるという状況でございます。ついでじゃねえんだって話ですよ収録ね。そうですよ。でもここでちゃんとこう結果発表というか、うん、こうどうだったかっていうことをね、うん、今回はここでお話しいただこうと。いいじゃないですか、いうことでございまして、はい、まずはもう率直にホイップさん、はい、サウナ敷地いかがでした？グッドハードコーナー、グッドハードコーナー、グッドハードコーナー、グッドハードコーナー。わからないのよどっちか。ああ、すいません。それは良かったの？グッドハードコーナー出たってことは120点ってことです。あ、そうですか。めっちゃくちゃ良かったですね。いや、これがね、僕はもう嬉しいですよ、うん、あのね、うん、本当にびっくりしたな、うん、もう感動してましたね。感動した。はい。めっちゃはしゃいでましたもんね、俺ね。そうです。一応ちなみに、サウナ敷地出た後にホイップさんが僕に深々と頭を下げました。頭を下げました。頭を垂れた。今まで僕は何もかも間違っていました。二度とサウナ好きを馬鹿にしたりしません。うん、いやー。こんな僕ですけど、うん、仲間に入れていただけないでしょうか。いや、でもこれはね、僕はサウナ好きとして非常に嬉しい結果になったし、うん、やっぱり改めてこのサウナの聖地、サウナ敷地っていうのは本当にすごいんだと、うん、いうことが再確認できたんで、うん、非常に収穫があるなと思っております。いや、本当にね、良かったですよ、うんうん、まあなんかね、不思議なんですけれども、うん、僕は今までスーパー銭湯とか行ったことはもちろんあります、はい、うん、近場の銭湯行ったこともありますよ。サウナ併設されてるじゃないですか、うん、はい、まあやっぱりサウナ好きの方が言う、うん、まあ入り方ってやっぱ限界までサウナに入ってから水風呂に入るんだよ、うん、はい、でまたサウナに入るんだよ、うん、それが、まあ、最終的にこうトランス状態を生み出すんだ。そうですね。して、最終的に宇宙の深淵を見ることになるみたいなこと言う。それを整うと言うんですね。これがサウナスピリチュアルでなくて何なんだと言ってました、あなたは。もう本当、はい、何のカルト宗教なんだっつって言ったんだけど、うん、いざ、うん、その工程をね、うん、ちゃんと二村さんみたいな熟練者の指導のもとにやったら、うん、はい、本当にね、整うのよ。リスナーの皆さん、はっきりと今信者が生まれました。そう、俺はもう完全に入信した。いや、嬉しいよ。もうちょっと大げさな表現しましょう、うん、僕34歳にして、はい、初めてこの世に生まれた。あ、もうそこまで行った。うん。お、僕34年間、うん、肉体は存在していましたけれども、うん、この世に生まれてなかったんですよ。それが、敷地に入ることによって、うん、ようやく、この世に生を受け、人生の意味を知ったんです。ホイップさん、ちょっと怖いな。感想がちょっと怖いな。いや、申し訳ない。求めてないゾーン行っちゃってるわ。あ、本当？もうちょっとこっち戻ってきていい？サウナスピリチュアルのその先へ行っちゃってる俺。申し訳ない、申し訳ない。教えてないこと学んじゃってるから。いや、でも ね、なんかね、真髄がようやく分かったら、うん、僕ね、結構誤解が一個あって、はいはい。うん。なんでしょうね、こう、サウナっていうのは、うん、暑いのが好きだからみんなサウナに入るんだと思ってたんですよ。はい。全然違うんですよ、ね。うん。サウナって、寒さを楽しむものなんですよ。気づいたね。
ありがとうございます。気づいたね、ホイップくん。ありがとうございます、グル。うん。グルとは二度と呼ばないでくれ。孫子、うん、ありがとうございます。はい。うんうん、あのね、まあ、辛いもの好きっているじゃないですか、はい、食べ物で言うと。はい、まあ、あれは辛いものがやっぱ好きなんですよ。うんうん、同じように、うん、サウナの好きな人っていうのは、やっぱりあの熱い空間が好きなんだろうと思ってたけど、はい、違うのね、うん。熱い状態って、うん、もうサブもサブなんですよ。水風呂に入っている時が気持ちよくて、うん、そうなんです。で、水風呂にじっくり入ります。うん、じっくり入るとサウナって全然苦しくないんですよ。はい。ね。うん。それでまた水風呂に入るっていう、うん、なんでしょう、こう持ちつきで言うと、うん、水ピッてやってんのがサウナなんですよ。うん、はいはいはい。キネをドーンってやってんのが水風呂なんですよ。うん、こっちがメインなのよ。あんま例え上手くないんですよ。やめて、恥ずかしいから。あと若干嘘ついてんのは、おじさんその何サウナ自体。じっくり入って熱くないと言ってましたけど、うん、序盤はだいぶ無理してましたよね、あなた。まあね。汗すごい出ますね、とか。で、このサウナに最初入る時間も、うん、まあこれはもう本当僕はいつも言うんですけど、もう人それぞれ、もう無理なさらない程度に、自分でまあ6分の人もいるし、僕は8分なんですけど、うん、これ長く10分入る人もいますよ、みたいな。はいはい、だからホイップさんは最初俺は8分で行くけど、もう無理だったら言ってって、合わせるからって言ったら、うん、ホップさんがね、こう集約して5分ぐらいですかね。今何分ですか今何分ですかいや、まだ5分だよ。つってもう出るいや、なんか全然大丈夫です。みたいな。明らかに、もうタオル投げる寸前だったんですけど、まあでもそこ我慢してね。うん。温まったおかげで。いや、5分だったら水風呂気持ちよくなかったと思う。うん、そうなんですよ。やっぱり8分、12分とか。うんやっぱりね、ちょっとだけ限界を超えてみせるっていうことが、やっぱ水風呂の気持ちよさにつながるんですね。いや、もう本当そうなんです。だからなるべく自分の体をぐつぐつに温めたものを、一気にこの冷やす。うん、だから、サウナっていうのは本当にホップさん今、よく気づいてくださいました。サウナっていうのは熱いところが楽しいんじゃないんです、うん。いかに自分を冷やすか。そう。あの水風呂が楽しくて、みんなサウナに入るんですよ。そうだね。ここに気づけるっていうのはね、すごいよ。じゃ、もう全然こっちがメインなんじゃん。サウナって。そうなんです。水風呂がメインなんじゃん、はい。うん。で、この体がほんのり肌寒い感覚がいいんだっていうことに気づいたんですよ。はいはいはい。僕はね、水風呂の中で結構長いこと耐え立ってましたよね。したけど、まあ、ただここもなんかあなたはスッとなんかなかったことにしてますけど、うん、最初にあなたが水風呂入るときに、うんまた、全然腰から下に入っていこうとせずに、うん、僕が横で、入んなよ。ちゃんと肩まで掴んな、うん。いや、心臓が止まります。心臓が止まっちゃいますけど、いや、入んなきゃわかんないから。いやいや、もうだってスイミングスクールで教えられたから、飛び込んだら心臓麻痺で死ぬぞって。学校の水泳でも。敷地は死なないから入れって。いやー、怖い。もうね、周り結構人いたんですけどね。うん、もう、いつまでやってんだよってぐらい、ゆっくり。入ってって、うん、いざ入ったらそうもううわって感じでね、うん、でそっからおーおーおーホイップいつまで入ってんだいっていうぐらい俺長く入ってましたもんね、うん、そうなのよやっぱりね水風呂に入ってると本当にねちょっと大げさな表現かもしれないですけれども第三の目が開くんですよはいはいはい開きました開きますしやっぱり我々現代の文明に浸って、うん生物としての機能でオフになってるものがいくつもあるんですよ。はいはい。それらにすべてパチパチパチってこうスイッチオンオフして、点灯確認していくような、うん、眠っていた機能が一回全部スイッチ入るんですよ。やっぱ怖いんだよな。全体的な表現がやっぱりちょっとそっち行っちゃうんだね。休眠していた細胞が目覚めんのよ。まあでもわかります。だ僕が今までサウナに行った時に、水風呂に入った時に、視力が 6.0 になるって僕はずっと言ってるじゃないですか。そうそうそう。これなんですよ。そう、そういう感じ。なんかこう、パンと一気にこうね、活性化するというか。それって、まあ、つまり野生に戻ってったことじゃないですか。はいはいはい。知性を獲得する前の、生物としての、一獣としての、生命力に目覚めたってことなわけですよね。うん。そう、違います、ね
ちょっとよくわかんない。まあ、そうです。はい。うん。そうです。そうでしょ。そうです。そうなんです。はい。僕はね、水風呂に入りながら思ったんですよ。うんうん、あ、これ、うん、母親の体内にいた時だと思った。早く出ろよ、水風呂。ずーっと入ってたけど。この、ほんのり肌寒い感じ、母親の体内にいた時の温度だった。そんなこと考えてあの時水風呂入ってたの？そう、あの時もこのくらい少し寒かったんだよな。真っ暗で。明るいよ。敷地すっごい明るいよ。でね、ニムラさん、こっからもっと深いゾーンに入っていきますよ。うんうん、海もこのぐらい寒いんですよ。俺はずっと乳首立ってるわけ。でもこのひんやりした空間っていうのは、大会と一緒なんですよ。はい、なぜそんなことを思うのか。うん、水風呂に入るとね、うん、DNA に刻まれた地球の記憶が呼び起こされるのよ。ニムラさん、ついてきてる？あれ？そんなことになってた？地球っていう一個の生命体の記憶。それがね、水風呂に入ることによって思い出すの。うんうん、かつて、灼熱の地だった地球、うん。それがだんだんゆっくり冷えていって、生物が住めるようになってきたわけじゃないですか。かつて灼熱地獄だった地球、これはつまりサウナです。そして、適温に冷えてきた地球、これが水風呂です。サウナとは、地球のリプレイ装置だったんだよ。せっかく敷地に興味を持ってくれたリスナーが離れていくよ。やめてくれよ。でも、生物としての機能が目覚めていくんですよ。これはでも僕ちょっと真面目にお返ししていいですか？うん。これね、やっぱでもね、それは敷地ゆえなんですよ。おー。で、これなんでかっていうと、うん、僕はずっとこの敷地の話をするときに言うんですけど、天然水の水風呂なんです。あれはもう地下から汲み上げた、要は自然そのものの、自然から生まれてる水そのままなんですよ。うんうんうん、で、実は世の中にあるサウナのほとんどっていうのは、機械で、水の水温を下げたりとか、うん、はい、ちょっとこう人工的な要素がね、どうしても入っちゃってるんです。うんうんうん、だから、やっぱりこう、ホイップさんが最初の頃、うん、サウナが苦手だ。水風呂入ると冷たくてとても入れないみたいな感覚になっちゃうのはしょうがないの。うんうん、で、今回敷地にホイップさんが、そんなホイップさんが入れたっていうのは、うん、やっぱりそのちょっと自然的要素で、うん、やっぱこう包まれたっていうのはね、実際あると思いますよ。だから、うん、その、天然水なわけじゃないですか、うんうん。地球の温度そのまんまに包まれてるっていうことだから、そうですね、うん。はい。そこに違和感なく入れるっていうのは当たり前なんですよ。うんうん、そうですね。そういうことです。開くよ、第三の目。宇宙の深淵にたどり着いて、神を見るから。見た。見た。神見た。見た。敷地の神を見たい。俺が知らないところで、なんかすごいことになってたね、敷地で、うん。あ、そうですか。熱せられた石だった。神は。それは、サウナルームにあった石だろうよ、ただの。サウナ室にあった石だよ、それは。朦朧としてたから、幻覚見たのかな、俺。自分の体力よりも、中身にサウナルームに入っちゃったもんだから、隣にあったサウナの石を、神だって言っちゃってる。それは、危険な兆候だから。危険な兆候。そこで神見たのは違うから。ああ、違うんだ。それは危険な兆候だから、リスナーの皆さん、これ真似しないでください。申し訳ない。いや、でもね、本当にね、コンピューターと一緒だと思った。うん。コンピューターって、常に冷やしてる方がいいじゃないですか。はいはいはい。ね。僕ら知性を獲得して、文明を獲得して、実は24時間ぬるま湯なんですよ。うん。なるほど。灼熱地獄ではないにせよ、茹でガエルみたいに、じんわり熱せられて、それに気づかないまま、ちょっとだけ熱だれを起こしてるんですよ。うんうんうん。そこを水風呂で冷やすことによって、生物としての本来の性能を取り戻すわけ。って思った。はい。俺らね、暑すぎるんですよ。暑いってダメなんですよ。はい。全部。うん。で、冷やした方がいいのな。そうですね。うん。はい。前にホイップさん、知り合いの人とサウナ行った時に、はい、その人が地方日本刀だと思える。うん。
あっちの例えの方がすごく素晴らしい例えだと思います。まあ、やつは結構レベル高いからね。うん、コンピューターの例えも別にわからなくはないんですけど、うん、日本刀の方がなんかいいですかね。うん、熱々に熱したものを水風呂でガーンと冷やすことで、硬いね、うん、あの輝く日本刀ができるみたいな。うん、あっちの方が非常にこう出来上がりって意味でもわかりやすいですね。うん、そうかな、うん、なんか、精神的な要素がない気がするな。もっとね、地球を一個の生命体として考えたときに、ちょっと笑っちゃってね。自分でも気づいて笑っちゃってる。地球を一個の生命体として考える、なんか大きな、うん、マクロな視点って言うんですか、うん、そういうのないですよね。宇宙的な視点。もっと俯瞰で見ないとっていう。ちょっとさ、もうそろそろ締めに入るから言うけどさ、うん、よかったんだろ。よかった。めっちゃよかった。あのね、うん、でもこれはマジだけど、うん、サウナ入ってる時って、うん、結構ただ我慢してて、うん、なんか考え事できないんですよ。はいはいはい。水風呂に入ると、うん、脳みそフル回転するんですよ。うん、そうそうそう、そういうことですよ。その時に、うん、あ、これは母親の体内だ。で、なんかね、すっごいインスピレーションがふわーって湧き上がって、ああもうこの回も、ネムさん早く撮りましょう。俺この感動早く、近場に収めたいんだって言って、水風呂に入るとね、思考がめちゃくちゃ加速するんですよ。そうですね。確かにカッと活性化するからね、やっぱり。うん、あれすごいね、うん。いやでもね、本当に、これぜひ便所のつぶやきで以前にねサウナの話してる時の回も聞いていただきたいんですけど、うん、やっぱホイップさんが本当に完全否定派だったわけじゃないですか、うん、それがやっぱ敷地によってここまでもう地球ハグナイのことを言い出してるわけで、うん、やっぱだからすごいんですよね、うん、でこれ面白いのがこの敷地でサウナの魅力気づいたでしょ、はい、これ次前行ったサウナ行ってみてください、うん、入れるようになってるから、自分もホイップさんは立派なサウナーです、うん、やっぱり、うん、チャクラも一回開くと、あと開かすの簡単なのよ。なんだったらドバドバドバって出てきちゃうから、うん。まあちょっとチャクラのことは僕はよくわかんないですけど。チャクラは最初に開くまでが大変なんだから。やっぱり、敷地のあそこはいいなとか、うん、あ、ここのサウナはサウナで、こういうところがいいなとか、うん、やっぱそれぞれのこう違いとか、うんうんうん、魅力っていうものにね、気づけるようになるから。なるほどね。完全にあなたはそういう意味では、もうサウナのチャクラを。じゃ開きました。開いた。うん。うん。だからこんなに180度考えが転換するわけですから、うん、ぜひこれリスナーの皆さんで、ちょっとサウナ苦手だわとか、うん、サウナに対して否定的な考え持ってる方はですね、うん、もう騙されたと思って静岡県へ。そうですよ。いらっしゃいと。まあ、得てして今否定派の人の方が多分ハマりますよ。うん、そうですね。だってオウム真理教だって、やっぱり理系のエリート学生、リズムで論理的に物事を考える人たちが、はい。朝原のヨガの魅力に引きつけられてみんな入ってったんだから。いい加減にしろよ。理系のエリートばっかなんだから。でも朝原がこういう風にヨガやってみ、こんな景色見えたろって言ったら、うん、マジだーってなってみんなグーハマってた。あのさ、その例え敷地の人嬉しくないよ。え？気持ちよかったですでいいんだよ。ダメだった今の例え。日本刀超えようと思ってさ、日本刀の例え。ということで、うん、ホイップさんはサウナ敷地大壺だったと。大壺。ということでございました。素晴らしかったです。はい。ということでぜひ皆さんも機会があるときにサウナ敷地行ってみてください。はい。というわけで以上便所のつぶやきでございました。ありがとうございました。